はい、皆さんこんばんは。2018年4月の15日、朝の6時29分です。よろしくお願いします。コラボ放送です。はい、よろしく。あ、コラボ全然いいですよ。コラボ枠なんで。大歓迎ですよ。どうぞどうぞ。いいですよ。はいはい。もしもし、ワードです。あ、どうもよろしくお願いします。源ちゃんです。お久しぶりです。どうもです。どうも。前、ピアノを弾き語りさせていただいたり、お話しさせあ、あていただいれ、たフライり。ミントゥーザムーンの人？そうですね。よろしくお願いしああ、まめちゃす。めちゃかっこよかったです。かっありこがいい。とうごあざいます。れですね。あどうもでれ、す。よろしくお願いします。先生から独立したんでしたっけ？そうですね。先生に高校で4年間ほど教えて、はい。その他は音楽教室とか、スキーのインストラクターとかもやったことあるんですけど、そんなことをやりながら、今は配信業をやりたいなと思ってるところなんです。配信業、もうどれくらいやってるんですか、配信は。2年ほどなんですけれども、はい、それでね、やりたいなと思っているところなんです。僕はお勧めしないですね、配信業。大変な、大変やなめ道た方だと思います。大変な道だと思います。大変な道っていうよりも得るもの少ないっすよ。俺はね、いろいろ鍛えていただいてると思ってます。自分自身を。なんで配信に憧れてそれで飯食いたいと思ったんすか？あのね、あの、あのですね、あの、まあ、自分、ハローワークに行って、自分の適性に合った職業を見たところ、例えば国連の職員だとか、国会議員だとか、アナウンサーだとか、ハローワークにないものばっかり出てきたんですよ。ほ そうなんですよ。う。40分ぐらいかけて心理テストやったんですけれども、心理テストっていうか、いわゆる職業適性テストをやったところ、社長だとかなんだかよくわかんないかのばっかり出てきて、次のね、あのし職業の次の職業の目標っていうのがあるらしくて、この職業をやったら次にこういう職業を目標にしなさいみたいな。それがね、次の職業の目標がありませんって出ちゃったんです。
なんで、どうしようかなと思って、もう一応なんか、いろんな職業はやんなくてもいいかなとかと思ったりもしたけど、でもね、とりあえずは、いろんな職業を混ぜることは、放送上できると思ってるんです。つまりね、自分の放送の中で、まあ、大学教授に当てるって出たんですけど、そういう音楽についてのそういう講座とか、そういうものもできるし、で自分の放送に東京大学出身のね、いわゆる50カ国語を喋れるぞとかという方も来たりするんで、そういう人との話とかの中からいろいろ世の中に対して何か発信できるところがあるかなと。 YouTube の方が良くないですか？はい、YouTube も今やろうとしてます。なんか生主って基本的に僕動物園だと思っていて、まあ一部そうだと思います。メインストリームそんな感じしません？いやね、ガドあれ、あ、すいません、音切れちゃった。あ、すいません。あ、はいはい、すいません、音切れて、あれ、なんだ、ブツブツすんな、なんだろう。あ、来たかな。あれ、リスナーさん聞こえる？玄ちゃんの声聞こえる？俺の声も聞こえてんのかな？声聞こえなくなっちゃったよね。ダメっすね。あ、来た。あ、なんだろう。どうしよう。一回入り直します？了解です。え、聞こえてんの？え、玄ちゃんの声、俺だ聞こえてんの？聞こえないよね。うん。了解です。一回落としますね。もう一回入り直しでお願いします。俺は音聞こえなかったけど、桃蔵さん聞こえた？源ちゃんは聞こえてないでしょ？なんだろう。うん。あ、息の子さんいらっしゃい。ねえ、なんか急にブツッと切れたよね。相変わらずふわっちのサーバーがダメなのかな。これ改良してほしいよね。あ、了解です。いってらっしゃい。何だったんだろう。たまにあるんだよね。なんかさ、配信なんかこう、なんて言うのかな、実力のある人とかって俺配信やるべきじゃないと思ってて、人間力高い人って配信に向いてない気がすんの。クズであればあるほどいいと思ってて、なんかね、その一般の人っていうか、なんだろう、能力の高かったりとか人間力のある人とかはあんまり配信やらない方がいいんじゃないかなっていうのが俺の感じなんだよね。過疎生主で配信で食ってくってめちゃめちゃ大変だからね。いや、過疎生主っていうか、それはさ、受ける人は伸びるし、受けない人は伸びないんだよ。で、よく言われてんのが、トークスキルがあるから伸びるとか、結構リスナーさんの評論って間違ってるのね。面白く、なんていうのかな、東京大に出てる医者が、現役の医者がって言ってかそってる人とかいっぱいいるの、腐るほど。だから、なんて言えばいいんだろうな。全然能力高くないの、現在。え、ピアノ聴いたことある？源さんの。めちゃめちゃかっこいいよ。俺、あの人、まともな人だと思ってんだよね。わかんないけど。勝手な思い込みかもしんないけど。どうもよろしくお願いします。どうですかね。あ、どうもです。まあ、確かにね、大学生が能力が高いかどうかについては、はい、難しい問題があると思います。ただね、外国語関係、あ、聞こえますか？聞こえますよ。え、大学生が能力高い、え、どういうことですか？つまりね、大学生っていうのは頭にいろんなものを詰め込んでますよね。はい、それを応用できるかどうか、大学、有名大学を卒業してそれを応用できるかどうかがかなり重要なところだと自分は思っていて、はい、有名大学に行ったから素晴らしいというわけではないと自分は思ってます。はあ、
だからこそ、はい、有名大学に行った上でそれを応用できる方が素晴らしいと思います、はい、そして逆にね、あの大学に行かない方が現実でいろんなことを動かしているので、はい、あの賢い方が多い可能性は強いと思いますね、逆にね、あの、まあ、低学歴の方が、うん、いやそんなことないと思いますよ僕。例えばあの、うん、例えばですね、例えば、はい、あのそのなんだ昔あの総理大臣で中卒の方がいらっしゃいましたけど、某方で、ね、角栄、はい、そうですね、角栄さん、はい、あの方はね、あの何があの人間は欲得なのかのをしっかり知ってらっしゃったので、中卒なんだけれども、うん、しっかりと、うん、あの外交を吸ってができて、うまいこと金を回せた人だと思いますよ、はい、まあ、そういうふうに実際にあの応用して何ができるかっていう能力に関しては、何を詰め込んだかじゃなくて、うん、自分自身がそれをどういうふうにしたくて、そのためには何が必要かと、うん、そこを考えれる人間がだと思います、うん、でさっきのことについてね、あの、うん、ニコ生なりフワッチなりはあの、うん、動物園になるってことに関しては、うん、あのそうなりなってるところはいっぱいあります。ただね、うん、加藤さんの番組はそうじゃないと俺は思ってますよ。おー、ありがとうございます、うん、周りをね動かそうとされてる、はい、だから素晴らしい番組だと思います。おー、だから、ま、そういう意味、うん、まあ周りを動かすというかね、うん、自分をしっかり自分の軸をずらすっていうかね、まあなんていうんだ、まあこう、まあいいや、すみません、はい、え、わかりますね、まあ、動物園だとは思ってません。はい、そうか、加藤さんの放送についてはプラスね、動物園的な楽しみもね、あのしようともされてるというね、あのボクシングで戦ってっていうのもね、そういう面白さも持ってる、な素敵な番組だと思ってて、それでね、はい、俺はあのガゾーさんの放送に、はい、あの、コラボさせていただきたいと思って、はい、ぜひぜひ、もういつでも僕は大歓迎ですよ。いや、光栄です、光栄ですよ。いや僕すごくて、はい、源ちゃんさんって僕なんか、はい、まあ、社会経験があったりとか、その先生とかされてたりとか、はい、まともな人だと思ってるんですよ。はい、ああ、まあまあ、まともっていうのも変だね、なんかね。まとも、まとも、うん、肩に。まとも難しい、難しい言葉だ。はい、で、なんか、はい、なんていうのかな、そういう人が、その、はい、生主で飯を食いたいとか、うん、生主に興味があるっていうのが、なんでそうなるんだっていうのに非常に関心があるんですよ、僕は。あ、これはね、あの、例えば今自分会津に住んでいるんですけども、はい、会津の中でもね、あの自分に気に入ってる人にも会ってます、うん、ただね、全国規模にすればするほど、うん、あの面白い方が来る可能性が高くなる。そうですね、はい、うん、そこが面白さです、うん、プラスそこの面白いところで、うん、あの自分の枠に来られた方に、はい、あ、どういうものを出せるか、はい、うん、というところだと思います。それって趣味でもできるじゃないですか。趣味ですか。はい、なんかね、量、あの、まあ、難しいですね。はい。お金に結びつけるかどうかというのは、あの、その後の段階ですね。なんでこう配信で飯食いたいと思われたのかっていう、なんか僕がまあ、結局あの今度ね、あの、すみません、うん、ちょっと話終わってしまって。うん、まあ、あのゴールデンウィークにライブとかもしようとは思ってるんです。うんうんうん、なんでね、ライブ活動プラス配信用で宣伝してっていうところもありつつ、なんかいろいろね、その先ほど言ったあのハローワークで出たいろんな職種を、はい、あのここの場所でやってみようかと。おお、そうなんです。うん、まあ、あのいわゆるなんていうんだ、はい、ナレーターとかも合ってるよとかって言われたりだとか、ほう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 、あの声質とかが関係するのかどうかわかんない、そんなの調べなかったけど、あの回答によってそういうのが出て、うん、で、まあいろいろ自分の思ってることもいろいろありまして、はい、うん、そういうのがあの社会に対する興味が 100% なんです、自分。はいはいはい。なんで能力と興味でいろいろ調べていくんですけれども、うん、社会に対しての興味が 100% なんで、うん、だからこそあのいろんなことがね、あの発信しやすいところで、社会のどういうところにこうご興味があるんですか。つまり 100% なんで全てなんですよね。うん、例え社会つまりね、うん、あのまあ
政治とかってことですか？歴史、政治、経済、英語、外国語、日本語、日本の文化、地元の文化、まあ、日本の文化、世界の文化、世界の音楽、世界の、言葉、それ全てに興味あるんですよね。そうなってくると、はい、先生は音楽の先生だったんですか？そうなんですけども、音楽をやっていく中で、結局ね、音楽やる中で、この言葉の国のこと音楽をやってみたいとか、そうなってくると、そこの言語を知らなくちゃいけなかったりだとか、そうなってくると、英語とかね、いろんな言語の元になっている、中世のラテン語に興味を持ったりだとか、そうなってくると、なんかいろんなその話をちょこちょこしてたら、実際にね、引き寄せの法則かなんか分かりませんけど、そういう方が寄ってくるんですね。源ちゃんの中世のラテン語を勉強するんだったらこの教材がいいよとか教えていただいたりだとか、すごい多岐にわたる放送をしたいんですけれども、まずはね、それをどうやってやろうかと思った時に、自分一人でやるのはなかなか難しいと。なるほど。なのでちょっとね、ある、ここら辺の経営者がいらっしゃいまして、その経営者を退職された2か所ほどね、あるちょっとここら辺としてはでかいところを経営された方の、退職されたんで、その方がね、たまたま会って、その人と、そしたら話があって、自分の放送でその人がちょっとサポートしてくれると。おお、すごいですね。いいですね。それは対談形式だと結構面白いじゃないですか。面白いです、相手のなんかどっか隙がないかついたら、新しいことが発見されたり、そういうところがあるんで、そういう意味として、その弁も立つんで、しかも経営されてたんで、現実的なところもあり、それでいてスピリチュアルなところがある方なんで、その方と放送をやっていこうと思っているところです。 OK はちょっといただいたんですよね、一応は。いただいたんです。なので、ちょっと僕、源ちゃん、僕のリスナーさんに源ちゃんさんを紹介したくていろいろ聞いてるんですけど、源ちゃんさんが僕一番すごいと思ってるところやっぱり歌なので、もしよかったら一曲なんか弾いていただけたりしませんか？ワンコーラス。ぜひ。すごいかっこいいんだよ。感動するよ。ラジオ DJ っつうかね、なんだろうな、俺そういうのは YouTube が向いてると思ってて、源ちゃんは活動するんだったら YouTube の方がいいんじゃないかなと思ってて。ありがとうございます。なんかもちろんね、動画だったらね、長い時間使わなくて済むんで、動画の投稿だとね、そういうことももちろんしたいと思ってます。 YouTube ライブがいいんじゃないかなとか思ってて。あ、 YouTube ライブも始めました、実は。あ、本当ですか。はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。ジャズが聞きたいですね。あー、すみません、今日はね、ちょっとね、違う面を見せたいというところがありまして。じゃあよろしくお願いします。すごいかっこいいよ。不思議だね、二人がこうして会えたこと、そのために二人ここへ生まれてきたのかな。初めて歩いたあの時、多分僕は君が好きになったんだ。いつか君を、きっと、ごめんなさい、きっと忘れ
ちょっと一回しましょう。ちょっと。いやいやいや、めちゃめちゃかっこよかったです。ありがとうございます。どうです。で、言って意味分かったでしょ、Cさん。これさ、YouTube とかでさ、弾き語りとかやったらさ、絶対さ、普通に人気出るのに、ふわっちで表現とかニコ生で表現ってすごいもったいないっていうの分かるでしょ。これ本物じゃん。そう。なんかね、それももちろんやります。今まで鍛えてもらってました。ニコ生で、鍛えてもらうっていうのは、音楽的なところもかなりのことをいろいろ言っていただいたりもしたし、あとプラス人間的なところも、結局人間的なところが難しいと、なかなかね、ずっと長持ちするのは難しいから、だから喧嘩凸屋さんとかにも鍛えていただいたし喧嘩凸屋さん鍛えていただいたし、一般のね、ディスコメにも鍛えていただいたし、そういうところもあったんで、これからね、近々動画どんどん出していこうと思ってます、はい、動画じゃなくて、なんかこうライブで、なんかこうなんだろう、そうですね、メッセージを、ライブの模様ですね、はい、ライブとなんかこう曲と、なんか喋れるミュージシャンって結構そのネットであんまいないと思うから、曲だけじゃなくて、なんかこう喋りながら、こうオリジナルで即興とかもできるんですか？できます、はい。それでなんかこう即興の歌とか歌ったらめちゃめちゃかっこいいんじゃないですか？なんか雑談とか。なるほど。例えば ガドーさんの歌とかっていうのもこうやって、はい、例えばちょっとできるんですか、はい、俺の歌、お願いします。ちゃいました。また。あ、聞こえた。ちょっとかっこよすぎますね、和道の歌。ありがとうございます。うん。なんかでも、やっぱ、こういうの絶対ウケると思いますよ、本当に。ありがとうございます。うん。超かっこいいよね。ノンラブいらっしゃい。ね、めちゃめちゃ聞きたくなるよね、ちょっとね。なんかこう。うん。ねえ、へえ。いや、でも、なんかこれだけ、なんかこう、実力のある人が、こうなんかね、配信でやっていきたいって不思議だよなぁとか思って、まあ確かにね、ライブ活動で、お客さんの顔を見ながら演奏するのはすごい楽しいことなんです、なんですけど、こうやってここにいることによってね、日本各地にいる素晴らしい方とかもいるんですよ、います、すごい方いっぱいいます。お話ししてすることもできるし、こうやってガドーさんっていうね、限界のところを見られて、それで前に進まれている方とお話しするのはすごい光栄なんです、お話少しね、聞かせる、まあ遊びに、でもまあそんな感じでね、ここにとするのが楽しいと思って言いながら、はい、なんかコメントで時々参加させたり、少し話聞かせていただいてたり、
ってるんですけど、これ思ったんですけど、はい、なんかこう売れる道としての一つの提案なんですけど、はい、例えばですよ、はい、配信者の方とかにコラボとか上がって、はい、なんかテーマソング作りますみたいな感じで売名させてもらうのどう？それもやってます。それもやってます。あ、やってるんですか？はい、やってます。やってるっていうか、テーマソング作ってってトツが来て、それその場でトツで、はい、即興で作ってもらって、はい、それなんか YouTube とかに上げて、それね、YouTube に上げ方はまだ分かってないんで、あの BSP の方が分かってらっしゃるんで、あ、自分のね、ニコ生の、はい、それでその方と、はい、あの話合わせながらやっていこうと思ってます。あ、それ多分いいと思いますよ、はい、なんか横山みどりの歌とか、なんか、なんだろう、あ、そういうのもね、なんかいろんな有名、面白いですね。そう、どれさんの歌とか、うん、どれの深夜食堂って知ってます？わかります？どれの深夜食堂さんわかんないんですけど、例えばね、あのみどりさんの歌とかね、はい、じゃあお願いします、みどりさんの歌。俺はみどり、女のことなら全部知ってるんだぜ。感じくるのかだってな、俺は緑なあ。いろんな女にモテてるけどよ、ディスってくれんじゃねえよベイベイ。いいっすね。っていうのをなんかこう YouTube にいっぱいアップするとか、うん、うん、なるほどなるほど、はい、ありだと思いますね、全然、はい、そこら辺もやりたいと思ってます、うん、そこら辺もね、あの、はい、いろいろな放送であのこういう、うん、あの替え歌やってよとかって言われて、はい、それでそれをね、何曲も何曲もやらされたりしながら鍛えていただいてたんです、はい、実は、うん、一番興味あるのは何なんですか、その歌とか表現で一番これを表現したいっていうのは、うん、しゃべりなのか、なんかこう政治なのか、雑談なのか、なんかいろいろこうあるじゃないですか、配信者。自分はね、永遠に弾きたいと思う気持ちを持っていただきたい、うん、なぜなら俺はピアノをやってるからね、なんか永遠にピアノを弾き続けていたいの、俺は歌いを続けていたいの、それが楽しくて楽しくてしょうがないの、うん、それが永遠に続いたらいいなという思いを自分だけじゃなくて他の人にも持ってほしい、うん、それがね、例えばね、あのもしも肉体が滅んだとしても、はい、なんかやり続けたいぞって思いをずっと持つような人間を作るのが俺の、うん、ね、俺自身はそうなんですけど、うん、そういうのを思う人間を増やしていきたいと思ってます、うん、ほー、アーティストですね。ありがとうございます。完全にアーティストですね、うん、うん、なるほどな、うん、うん、これはね、あのいろんな方がね、途中で死にたい、うんとかって言ったりするとは思うんですけど、うん、ただね、もしも今やってることがすごい楽しかったら、うん、ずっとそれをやり続けたいと思う気持ちがあったとしたら、うんうん、結構幸せですよ俺。そうそうそう、まあ貧乏かもしれないけど、うん、なんか僕、うん、本当に日本から自殺ゼロ、日本じゃなくて世界から自殺ゼロにしたいんですよ、本当に本気で考えてて、どうしたらなるんだろうって毎日本当に考えますね。で、いまだに DM とか LINE とかで、あの、相談来るんすよ。あの、死にたいとか、和道のメッセージ聞いたっつって。で、そういう奴ら電話かけてこいって言ってたからかけてみたけど、私死にたいって言ってて。俺もね、43になったんで、はい、俺のね、あの、人間関係多いんで、あの、うん、まあ、10人、20人、結構仲良くしてるやつ死んでるんですよ、うん、自殺だけじゃなくて病気とかね、いろんなことだけど、うん、まあ、病気とか事故とかしょうがないけど、うん、なんか自分で自分の命絶つってすげえ、なんかすげえ悲しいことじゃないですか、その世界が悲しいっていうか、そうなんですよ、そう、それが当たり前になってる日本が悲しいし、世界が悲しいし、うん、何それみたいな、死にたい生物なんかいないっすかね。そこが一番言いたいとこなんです。うん、ありがとうございます、うん、でもっと楽しめばいいのにって思いますよね。はい、うん、なんか貧乏、うん、なんかその真面目な人とかって多分死んじゃうんだと思ってて、うん、でもなんだろう、貧乏でも生きてきますからね
この間撮影させていただいた時にね、に小児版一つあったら幸せなんだよって話さ、お互いにね、話してたと思うんですけど、あれがまさにね、あの幸せの秘訣だと俺は思ってます。ですよね。何でも幸せになるきっかけなんか、はい、何でもあるのにもったいねえなっていうのは常に思いますよね。うんうん、いやね、そのね、その感覚すごい、ガドさん大好きなところです。どうも。あ、そんなところにしますかね、なんかあの、わかりました。どうも、なんか、あの、なんかね、俺ね、あの、ちょっと臆病なの、なんかね、ずっと長く喋ってて、ふっとなくなっちゃうのが嫌でね。ね、あの、このくらいにしといて、また来たいんです。あ、ぜひぜひ、また来てください。また来させてください。この間もね、友達になりたいなって言ったら、友達になるだろう、嬉しいよって言っていただいたんで、またこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも、またです。どうもです。失礼します。なんかすごいよね。なんかかっこいいよね。歌であそこまで表現できるっていうのはすごいかっこいいなと思う。リップサービスがすぎる。なんか最初から最後までガドーって言われてたけどね。ダサい目がね。いいじゃん。俺がかっこいいと思ってるものをなんでかけたらダメなの。俺がかっこいいって思ってんだからいいじゃん。麦ちゃんにとってはダサいかもしれないけど、俺はかっこいいと思って金かけてこのファッションやってるんだから、人のファッションとか否定したらダメだよ麦ちゃん、じゃあ麦ちゃんはかっこいいファッションしてるの、ダメよ人のこと否定する人間は。人間なんだからいいところも悪いところもみんなあるんだ。いや別にね、ダサいメガネって言われたもんね。ありがとう。ゲンちゃんさんコラボありがとうございます。アイテムありがとね、チクチクキノコタン。アイテムありがとう。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。かっこいいな。ピアノってかっこいいよな。ビリー・ジョエルみたいだね。ビリー・ジョエルみたいな。俺は世界で一番売れてる飲み物、コカ・コーラを飲みます。コカ・コーラ。次のと作るかな。朝だかんね。来ないかもね。氷入れない。なんか生ぬるい飲み物が好きで、コーラってさ、生ぬるくて炭酸が抜けた時が一番美味しいんだよね。キンキンに冷えた炭酸強いコーラ苦手なの。ねこすけさんおはよう。アイテムありがとう。おはようございます。俺だけどさっきの話じゃないんだけど、自殺の問題を本当になくしたいと思ってて、なんかそのダメだよね自殺は。本当にダメ。死にたい生物なんかいらないよ。いないよ。へえ。美味しそうだね。
なんかダメだよね。こう、なんかね、極端な話は、俺、金持ちでも貧乏人でも関係なく幸せな人は幸せだと思ってて、なんかこう、生きてて幸せになるとは限らないんだけど、最低でもね、やっぱり死にたいって思わせたらダメだなと思うんだよね。それってさ、なんだろう、俺の責任でもあると思うの。そう、死にたいと思わせてる社会になってしまってるっていうので、本人のせいとか自己責任にする人って結構いるんだけど、俺は自分のせいだと思ってて、だから嫌だよね。やっぱり知り合いとか、こう同じ地球に住んでるさ、人間たちがこうみんな笑えるような社会を作るべきだと思うよ。それができるかできないかっていう問題じゃなくて、できるように動くべきだと思ってる。家族のために死ぬしかないっていう思いがあるってこと？ご病気を抱えていてとかっていうことかな。自殺する人は周りを見れなくなってしまってる。見たまま癒やしいなと思ったまま苦しむ。おはよう、マッキーさん。メガホンありがとう。ああ、でもエンターテインメントをやってるっていうのはそこは強いよ。弾き語りとか、それはあるよ。まあそういうふうに言う家族とは縁切るべきだな。こらえるっつうかね、なんだろうな、もうそんな家は飛び出て、もう関係を断つべきかな。なんかね、ネット民とかもね、簡単に死ねとか言い過ぎなんだよな。あと、その自己責任、行き過ぎた自己責任論とかが多すぎると思ってて、なんか苦しんでるやつをこう追い込むやつっていうやつが多すぎる気がするんだよな。いずれ当たるかどうかは俺は別問題だと思うね。あのね、生主の世界に限ってはなんだけど、能力高い人が売れるとは限らないから。むしろ逆で、能力が低ければ低いほど売れるの。だからファンはつくよ、源ちゃんに対して。絶対つくと思うけど、それが俗に大手とか食えるレベルになるかって言ったらまた別問題だと思ってるの。で、それを目指すのであれば、俺は YouTube の方がいいと思ってるね。YouTube で活躍してる人はまともな人多いから。生主当たる人なんか俺も含めてまともじゃないからさ。あがりさん、パフェありがとう。似合ってる？ありがとう。今時中国人でもこんなサングラスしねえだろ。中国人が怒るよ。YouTuber 向いてると思うね。なんかこう、イケてる人は YouTube だと思ってる。いや、あのね、結局ね、どこでやるかなんだよ。何をやるかで売れるんだったら苦労しねえんだよ。あのね、どこでやるのかってすっごいね、実はおろそかにしている日本人って多くて、実力があったら売れると思ってんの。でもね、そうじゃないんだよね。どこのフィールドでやるのかっていうのはすげえ大事だよ。音声プツプツ。みんな音声プツプツ。ダメかな。やっぱふわっちはダメかな。じゃあ分かった。一旦切って通常枠にします。ありがとうございました。